標高2486メートル、霊峰男体山を照らす日の光。悠久の時の流れの中で絶えることなく輝きを放つ光は、古の時代から人々の信仰を集めてきた。雄大で荘厳な自然景観といつの世も変わらず人々の営みを照らし続ける日の光。ここは日光、聖なる大地。今からおよそ1250年前、男体山登頂を志した一人の僧がこの地に庵を築いたことで、聖地日光の長い歴史が幕を開けた。聖道上人による日光開山の歴史を物語る日光山輪王寺。霊峰男体山を崇め、古代の信仰を礎とする日光二荒山神社。そして東照大権現と呼ばれる神となった江戸幕府初代将軍徳川家康公を祭り、絢爛豪華な社殿建築で知られる日光東照宮。これら103棟の建造物群と周辺の自然環境を合わせた文化的景観が1999年世界遺産に登録された。日光の社寺には信仰に育まれた歴史がある。古来より日本では山々に神が宿るとされ、人々は雄大で荘厳な自然に畏敬の念を抱いてきた。1200年以上続く日光の社寺の歴史、それは男体山を主峰とする日光連山に古くから伝わる山岳信仰である。今からおよそ1250年前の766年、聖道という仏教僧が男体山登頂を決意し、日光山麓を流れる大谷川を渡りました。聖道上人が神仏の加護を受けて渡ったと言い伝えが残る神橋は、神聖な橋として今日まで人々に尊ばれています。大谷川を渡った聖道上人はこの地に庵を築いたと言われています。その場所には日光山輪王寺の起源である四本龍寺と、日光二荒山神社の起源である本宮神社が建てられ、日光発祥の地と言われています。782年、聖道上人は苦難の末に男体山登頂を果たしました。頂上には男体山の神を祀るために建てられたといわれる祠、奥宮が今も残されています。その後、聖道上人は中禅寺湖畔に神宮寺を建立するなどしました。こうして日光は山に宿る神を崇める山岳信仰の聖地、日光山として繁栄していきました。
時は下り、1616年、天下統一を成し遂げた江戸幕府初代将軍徳川家康公が崩御。翌年、日光山内に神として祀られることになった。ここは日光東照宮の中で最も奥に位置する奥社宝塔。神として祀られた家康公の神灸が収められている神聖な場所です。天下人であった家康公がなぜ墓所として日光を選んだのでしょうか。家康公は自らの死後、日光の地に小さなお堂を作り、そこに神として祀るようにという趣旨の遺言を残しました。その背景には、日光がこれまで多くの武将に崇拝されてきた山岳信仰の聖地であり、そこに神として祀られることで末永く世の平和を守ろうとしたのではないかと考えられています。遺言の通り、家康公の遺骸は一周忌に日光山へと移され、後に東照宮と称される東照社が創建されました。家康公の命を受け、東照社の創建に尽力したのが徳川家の指南役であり、日光山を司る僧侶でもあった天海です。天海は家康公を神として祀る際、神の名にあたる神号を東照大権現とするなど大きな役割を果たしました。その後、東照社は三代将軍家光公によって大規模な建て替えが行われ、1636年今日まで続く絢爛豪華な日光東照宮が完成しました。古来より山岳信仰の聖地として栄えた日光は、東照宮の完成とともに多くの人々の聖地としてさらに輝きを増していったのです。日光の社寺には、建物と自然が調和した世界が広がっている。世界遺産に登録された日光の社寺とは、日光山輪王寺、日光二荒山神社、日光東照宮の103棟の建造物群と、それらを取り巻く文化的景観を指す。芸術性の高い建造物と周辺の自然環境が見事に調和していること、これも日光の社寺の魅力の一つである。日光山輪王寺は総本堂である三仏堂、徳川家光公の眠る太夫院などのお堂や塔、15の寺院の総称である。朝、人の背丈の何倍もある扉が開きます。ここは輪王寺の中心、三仏堂。日光の社寺の中で最も大きな建造物です。中には金色に輝く3体の仏像が祀られています。男体山を御神体とする千手観音、女峰山を御神体とする阿弥陀如来、そして太郎山を御神体とする馬頭観音。山の神を仏として祀ることで、山岳信仰の聖地日光を体現しています。ここは日光を開山した
正道上人が初めて庵を築いたといわれる四品龍寺、輪王寺の起源となった場所です。正道上人が眠る開山堂、お堂の中には正道上人の座像が安置されています。裏には正道上人の墓が静かに立っています。古いものがあって、骨があって、肉があって、血が通っていて、生きている、呼吸している、それが評価されてこその世界遺産だと思います。古いものが自然の中にあるというのではなくて、今でもそれが機能している、息づいている、1250年の時の流れの中のそういう精神が流れ続けているということを見ていただければと思っています。古来の山岳信仰を礎とする日光二荒山神社、中心は本殿や拝殿がある本社と別宮の二つの神社である。毎年大勢の人が参拝に訪れる拝殿は、日々の祭典やご祈祷などが行われる場所。その奥にひっそりと佇むのが1619年に建てられた本殿です。彩色や塗装、彫刻などの装飾は建てられた当時のまま残る貴重な建造物です。二荒山神社発祥の地である本宮神社、中世から近世にかけて火災などで焼失し、現在の社殿は1685年に再建されたものです。日光の社寺の中で最も山深い場所にある滝能神社、この神社へ参るには苔むした石造りの参道を歩きます。境内の入り口にある運試しの鳥居は、小石を3回投げて穴を通れば運が開けると言われています。二荒山神社というのは縁結びの神大覚様をお祭りしておりますので、みんなに良い縁、幸せを与える神様です。ぜひともお立ち寄りをいただいて、本当の日光のパワーというものを味わっていただきたいと思っております。徳川家康公を祀る日光東照宮、境内には国宝8棟と34棟の重要文化財がある。神として祀られた家康公の神宮は、東照宮の一番奥、奥社宝塔に収められています。260年に及ぶ平和な世を築いた家康公、東照宮はその教えを今に伝える場所でもあります。本殿、石の間、拝殿は東照宮の中心となる建物です。神社建築様式権現造りの完成形といわれ、国宝になっています。1636年に建てられた国宝陽明門、陽明門には500を超える彫刻が刻まれています。そのどれもが色鮮やかで精密な芸術作品です。そして東照宮には実に5100体を超える彫刻があります。これらの彫刻には家康公の平和への思いが込められています。例えば東照宮で最も有名な彫刻、眠り猫、実は猫の裏側にはスズメの彫刻が。猫が起きていればスズメは食べられてしまいますが、ここでは猫も居眠りして共存共栄、平和な時代を表していると言われています。こちらは見ざる、言わざる、聞かざるで知られる三猿。子どもの時は悪いことを見ない、言わない、聞かないという教えを表現しています。実はこの猿の彫刻は全部で8面あり、
猿の一生を描くことで人として歩むべき道を教えていると言われています。現在私たちは家康公のことを平和を実現した神様ということで崇敬しておりますので、東照宮は皆さんに平和を祈願していただく、そういう場所だということも言えます。東照宮ではご本社の修理、そして陽明門の修理が終わりまして、今まさにその輝きを取り戻したところでございますから、ぜひその金色に輝く姿を自らの目で確認していただけたらいいかなというふうに思っております。そしてここは祖父である家康公を深く敬愛し、現在の東照宮を築いた江戸幕府三代将軍家光公が眠る太夫院。東照宮が白と金を基調にしているのに対し、太夫院は金と黒を基本としており、落ち着いた趣があります。本殿や拝殿などは国宝に指定され、部屋の中はふんだんに金色を取り入れ、金閣殿とも呼ばれています。日光の社寺、そこには自然と建物が調和した美しい世界が広がっています。日光の社寺には未来へ継承される技と心がある。日光の社寺は江戸時代から時代ごとの技術の粋を集め、修理が行われてきた。日光山輪王寺の三仏堂では2007年からおよそ50年ぶりの大修理が行われています。三仏堂の屋根とほぼ同じ高さ、地上26メートルに設置された天空回廊からは修理の様子を見学することができます。日光二荒山神社の神橋では1997年からおよそ8年かけて修理工事を行いました。冬、日光の社寺に厳しい寒さが訪れます。2007年から平成の大修理に入った日光東照宮では、この日も作業が行われていました。これは東照宮本殿の屋根の修理。漆塗りの作業では、日本古来の天然塗料である漆を2度3度と塗り重ね、漆特有の艶と輝きをよみがえらせます。建造物の元の色を再現する彩色の修理、一筆一筆繊細な技術が求められます。オリジナルがありまして、それを変えてはいけないっていうのが大前提にあるんですけども、その全てをやっぱり美しい状態のまま後世に残していくっていうのが今生きてる我々の使命だと思ってるので。東照宮の修理では国産 100% の漆や日本古来の顔料などが使われています。さらに道具や修理技法に至るまで江戸期のまま行われています。その高い修理技術は国の認定を受け、今日まで継承されているのは全国でも日光だけと言われています。昔からこうずっと続いてきた仕事、建物を
を残す意味で、まあ、これからも後の世代にこう残していくっていう意味ではこう大切なことかなっていうふうに思っています。日光の社寺がある限り職人たちの技は受け継がれていく。そしてこの町に生きる人々もまた大いなる遺産を受け継いでいく。春、日光の町を華やかな屋台が彩ります。日光二荒山神社の伝統行事、弥生祭です。地元の人たちが力を合わせて屋台を引く光景は町に春の訪れを告げてくれます。新緑が輝く頃、日光の社寺は一層のにぎわいに包まれます。日光東照宮で春と秋に執り行われる例大祭、久能山から日光山へ家康公の先座を再現した千人武者行列には、大勢の地元市民が鎧武者などの姿に扮し、壮大な時代絵巻を作り上げます。そして一年で最後の夜、日光の社寺に除夜の鐘の音が響き渡ります。日光山輪王寺では山伏たちによってごまが炊き上げられ、集まった人々は過ぎゆく年に感謝し、新たな年の幸福を願います。そして新しい年の朝日が昇ります。この地に生きる人々の未来を照らす光です。日光という町は、ただ古いものが今も残っているだけではありません。この町には先人たちの遺産を守り、未来へ伝えようと今を生きる人々のたゆまぬ努力があります。日光は日本古来の信仰が宿る聖地であり、この地に建てられた社寺が世界遺産となった。日光に住む人々はこの土地に伝わる心を受け継ぎ、世界中から日光を訪れる人々はきらびやかで荘厳な景色に感動し、この悠久の地に思いを馳せる。これからも日光の社寺は静かに時を刻んでいく。まばゆいばかりの光を放ち、それは永遠に輝き続ける光となる。世界遺産日光の社寺、永遠に日光の地に生き続ける。